あ、レイちゃん。お話の邪魔しちゃってごめんなさい。そんなことないよ。ちょうど一区切りしたところだったんだ。どうかした？特に用はあったわけじゃないんだけど、そうだね。特に用はなしに話しかけたね。ん？シマに会えたのが久しぶりだからすごく嬉しいなって。いや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 、そんなのすっと言うか？そう言ってもらえると僕とも嬉しいよ。レイちゃんも少し見ない間になんだか大人っぽくなったね。そうかな？うん。すごく綺麗になった。なんだか照れちゃうな。くどいてんじゃねえか。お世辞でも嬉しい。ありがとう、シバ。僕、お世辞は言わないんだけどね。そうだ。聞こうと思ってて聞きそびれてたんだけど、うん。レイちゃん、父さんとどこで会ったの？シバが遊びに来るって聞いたからお菓子を買いに市場行ってそこで、あ、お菓子買ってくんのすっかり忘れた。なるほど。そういう事情だったのか。ごめんなさい。結局何も買わずに帰ってきちゃった。うん、市場全部スルーしたのね、君。そんなこと気にしないで。その気持ちだけで十分だよ。謝らないといけないのはこっちだよ。父さんが迷惑かけたみたいで。うん、そんなことないよ。おかげで柴とも一日早く会えたんだし。うん、そうだね。あ、そんだけか。おじいちゃん。どうやら柴もこの度で随分と成長したようだね。ああ、そんだけか。バルツェが本読んでる。バルツェ？ん？どうかした？何読んでんの？悪魔の浄化方法について。え？なんでそんな本を？もしかしてまた、どっかで悪魔がわざしてるんじゃ。冗談だよ。もう、そもそも俺もう悪魔じゃないしね。悪魔の気配とかあんまわかんなくなっちゃったし。ってことは少しはわかるの？うっすらだけど。ま、わかったのでどうしようもない。俺も芝を、もう力はなくなっちゃったから。そっか。案外、悪魔のままだった方が都合良かったのかもね。でも私はバルツが悪魔じゃなくなってすごく嬉しいよ。人間になってるからね。もう。え？だって、悪魔だと普段は見えないもん。こうやってたくさん話すこともあまりなかったし、本読んでるバルツもすごく楽しそうだし、そんな姿見てるとなんだかいいなーって思って、私は今のバルツが好きだよ。もうねえ、レイちゃん。何？俺とデートしようか。あー、始まったわ。もうデートとか言い始めたわ。ええー、もうすぐそうやってからかうんだから。からかってるわけじゃないんだけどな。あ、そうだ。この手袋ありがとうね。手袋？ん？使い勝手悪くない？うん。ピアノも弾けるし全然大丈夫。手袋をもらったんだ。やけなこともう気にしなくてもいいのに。そういうわけにはいかないの。どうして？どうしても。でも、ピアノが弾けるなら本当によかった。どうして？どうしてが多いなぁ。そうだなぁ。だって、レイちゃん、ピアノ弾いてるとき楽しそうだし。そうかな。あれ？バルツェ、私が練習してんの見てるの？うん。全然気づかつかなかった。それだけか。ん？だったらやっぱりデートする。分かってるって。任された以上、ちゃんとしますとも。ジルティさんの声、誰と話してんの？壁と話してんじゃん。お前との契約ってのもあるけど、それ以前に、お前の頼みを断るはずないでしょ？誰と話してんの？A と話してるよ。壁と話してるよ。俺じゃん。お前俺じゃん。あまり時間はないか。そろそろ行かないとね。あ！おや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 、またまたレイちゃんじゃないか。今度はどうしたの？レイちゃんの入れた紅茶が美味しすぎておかわり要求されたとか？いえ、そういうわけでは。なに？おっさんの顔になんかついてる？さっき誰と話してたんですか？そうだよ、ジルティさん今誰かとお話ししました？壁とこう話してたよ。お前俺だよ。やだな、レイちゃん。話すも何もここには俺一人しかいないよ。そうだよ、実況者だって一人しかいないんだよ。わかる？それはそうなんですけど。あ、
もしかして俺、ものすごく大きな独り言言ってた？いやーどうも癖みたいなんだよね。知らず知らず思ったことを口にしてるんだよ。まあ、俺みたいだね。あ、なるほど。そうだったんですね。そうそう。ほんと参っちゃうよね。さてと、俺は少し外に出てこようかな。お散歩ですか？そんなとこ。実はもう一回イチゴが見たくってね。お金に余裕は見ないけど、見る分にはただでしょ。家電量販店に行った俺か。お前は家電量販店に行く俺か。あ、このパソコンいいなって見るだけ見るね。もう十分パソコンはね、いいの持ってるからいい。一緒に行きませんか？一緒に行くの？せっかくだからバーチャルも買おうかなと思ってて。それで一緒に行った方が楽しいかなと思ったんですけど。どうでしょう？おお、そういうことなら喜んで。久しぶりに女の子と買い物できるんだったんで、喜ばしい限りだね。あ、おやれい、こんなところに何をしてるんだい。こんな通路で。あ、おじいちゃん。ルーさん、ちょうどよかった。少し姉ちゃんをお借りしたいんですけど、いいですかね。ほう、街でも案内してあげるのかい？うん、それに市場でお菓子買ってこようかなって思って。あ、そうかいそうかい。気をつけて行っておいで。よし。それじゃあ早速、お忍びデートと行こうか。お忍びデート？ん、あの二人で内緒。どうしてですか？いや、知らない方が面白い。じゃなくて、お菓子を買ってプレゼントするなら、内緒にしてた方がいいかなと思ってね。その方が絶対喜ぶと思うよ。そっか。じゃあそうしましょう。そうと決まれば、早速行こうか。はい。ジージーと一緒に行動することになった。ってことは？あ、いるね。パーティーメンバーに。なんかありそうだなぁ。なんかなきゃ困るけどさ。ここに何もなずにさ、帰ってきました。ただいまーって言ったらもうただの平和なもうエンディング流れるからさ。なんかあるんだろうな。ちょっと、レイちゃんにたからないでくださいよ。俺は虫か。何言ってんですか。虫に失礼でしょ。バルツェ。男の嫉妬は見にくいぞ。死ぬほどうぜ。街の人の会話が変わってる。騒ぎが起きてるって話。最近めっきり北の館の噂を聞かなかったら早速これだよ。北の館の話が増えてる。ちょ、あー、レイちゃんだ。何が俺と一緒に行くって。てか、後ろの人誰？北の館の話が多くなってる。ほら。よし、今度北の館に乗り込んでやるって NPC の会話がさ、北の館の話になってる。なんでなんで？また北の館なの？市場の雰囲気壊さないでほしいのよねって。北の館の、うおー！なんかおったなんかおる、いっぱい。今日は早く帰った方が良さそうね。なんだなんだ、みんな幽霊なんてもう信じてんのか？おい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 、なんかいるぞ。ん？何やら騒がしいな。本当ですね。何かあったんでしょうか？どこからこんな人集めてきたんや。本当だ！俺は見たんだ！ああ、俺も見た。ん？あ、確かにこの目で見たんだ。ひび割れた窓ガラス越しにこっちを見る赤い目を。北の館でな！北の館？本当なのかそれ。ああ、間違いない。それに、うめき声のようなものも。またか！せっかく噂持ちついてきた頃だというのに。だから早く取り壊してしまえばよかったのに、子供たちに何かあったらどうするの？落ち着け、ルーさん言ってたろ？あの館を残しておきたいって。けれど、まあ、前みたいにもあった。そうよ。前は確か精神的に不安定になった人いたんですよ。数ヶ月も寝たきりだったって聞いたぞ。嘘。だって、北の方はバルツと芝が。ユアさんのこともあそこにいた悪魔たちのことも二人が何とかしてくれた。とにかく、今何を近づかないことだ。何かあればことだ。まずはルイフさんのところに行こう。話はそれからだ。取り壊せないか掛け合ってみよう。あの館はバルチの大切な家だから取り壊さないでおこうって言ってくれたのに。おじいちゃん。レイちゃん？レイちゃんってば。え、ああ、はい。何ぼーっとしてんの？お菓子買うんでしょ？あ、はい。
なんだか気がそがれかちゃったし、お菓子だけ買ってパパッと帰りましょうか。でもジルティさんいろいろ見たいもんがあったんじゃ。それはまた今度ってことで。とりあえずお菓子買っちゃおうか。遅くなる前に。はい。全員話せんのか。北の館の世の中に悪魔退治をしてことをしている言うんだってとか。あー、全部一応話せるんだね。取り壊すのは賛成してるんだな、みんな。さて、戻ってきましたよ。あれ？あ。レイちゃん、ちょうどいいところに。少し、ルイさんとお話がしたいんだけど、今いらっしゃるかな？え、その、ルイさんなら奥にいると思いますけど。そうですか。ところであなたは？しがない医者です。もう少し砕いて言うならば、ルイさんの友人です。おー、そうでしたか。あ、では、今少し、ルイさんとお話よろしいでしょうか？さあ、俺はルイさんではないので、どうとも言えませんが。はっはあ。どうぞ中へ。では、お言葉に甘えて。どうなるんだろうな、北の館。取り壊せないんじゃない？そう簡単には。リュウさん、僕です。おお、その声は。突然伺ってしまい申し訳ありません。今は少しお時間よろしいでしょうか。速急の件でして。急ぎか。すまんな、芝。いえ、お気になさらず。うむ、吐いてくだされ。では、失礼します。そう簡単に取り壊せるもんじゃないよ、北の館は。ああ。あれ？レイちゃん？父さん？人をおまけみたいに言いやがって。レイちゃんどうしたの？顔色が悪い。シバ、ん？何？シバ、ちょっとバルツェ君とレイちゃん連れて奥にいなさい。奥に？うん。なーんか、ルイフさんの家で大人の会議してるみたいだからさ。大人のおっさんも混じってくるわ。話の邪魔になるといけないから、お前は二人を連れて奥にいなさい。僕たちに聞かれるとまずい話？子供が踏み込む世界じゃないってことよ。ほら、言った言った。もう21なんだけど。ジーティーと別れました。何もしてないよ。大人の話ね。ルイさんを直接訪ねてきたくらいだ。些細なことではないだろうな。っていうかさ、そんな重大な話の最中にお前の父さん放り込んで大丈夫なの？場をかき乱すとこしか想像できないんだけど。否定できないのが悲しい。そもそも、なんであの人とレイちゃんが二人きりで買い物してたわけ？ルイさんに聞いてもはぐらされてるし、もし嫌と思ったら案の定ジルティさんだし。レイちゃん？レイちゃんってば、はい。浮かない顔してんね。どうしたの？それは僕も思った。もしかして父さんと何かあった？ジルティさんはとてもいい人だったよ。一緒にお菓子買いに行ったんだ。それだけだよ。北の方の話はしないんだ。それだけなわけないでしょ？話してくれなきゃ困る。話しにくい。もしかして、さっき来たっていう町の人となんか関係あったりする？ん？レイちゃん、町の人がここに来た理由知ってんの？自分からなかなか切り出せないな。それは、レイちゃんのそういう分かりやすいとこ好きだよ。可愛くて。でも、まだ確かじゃないし、何か勘違いかもしんないし。では、今、要件だけ。急に。ません。なるべく。今日のところは、くれぐれも。ええ、それはお忙しいところ。では。どうやらお帰りみたいだね。あ。おじいちゃん。レイちゃん？ああ、もう。あれ、いない！いないや！いないぞ！戻ってみたら。怪奇現象だ！おじいちゃん、何の話してたの？おじいちゃん。おお、これは。みんな揃ってどうしたのかな？何かあったの？何かとは。町の人たちが急におじいちゃんのところに来るなんて変だよ。何かあったんだよね。大丈夫だ。
レイが心配することは何もない。おじいちゃん、お前が不安になるようなことは何もないんだ。でも、レイ。ごめんなさい、私。謝る必要はない。お前は優しい子だね。ところでこの場にいないけど、あともう一人。人もう一人虫キャラみたいに言うとるけど。おお、そうじゃったそうじゃった。ん？レイ、今度千葉が帰ってきたらピアノを弾いてあげる約束をしてたんじゃなかったかな。え？そんなしたっけっていうやつ。ああ、そうでした。それも楽しみにしたんです。すっかり忘れてた。でも今それより練習してた曲聴かせてくれる？千葉まで。レイちゃんのピアノ、すごく楽しみにしてたんだ。まだそんな上手くなってないけど、僕はそれでも構わないよ。ね。弾いておやり。笑わないでね。もちろん。それじゃあ一緒に行こうか。話、後で聞かせろ。バウツに任せたってことね。北の館の話ですか？まあまあ、そうだろうな。俺のことは気にしないでください。遅かれ早かれ、こうなること分かってましたから。バルツェ君。集まりやすいんです、あの館。人間の恨みとか憎しみとか、そういうもんが。俺はそういうものを総じて悪魔と呼んでるわけですが。あそこで何がされてるのか、それを考えれば悪魔がそこに集まるのは何も不思議なことじゃない。ああ、もちろん、レイちゃんのお父さん悪くないですよ。発端は俺の父親ですから。どうしてか、今はなんとか北の館内に留まっている。でも、今後もずっとそうだとは限らない。言ったじゃないですか。北の館を燃やしてくれて構わないって。調べてみたんですけど、やっぱり火ってすごいんですよ。悪魔だって燃やし尽くすみたいで。だから、あの館さえ燃やしてしまえば、全部うまくいくんです。中も悪魔燃えて消える。悪魔なんかは元をたどる人間ですからね。仮想みたいな感じかな。いいのかい、それで。ええ。君の思い出の場所なんだろう？いい思い出はレイちゃんだけでしたから。今はそばにいるし、別に北の館がなくても。両親との思い出はなかったのかい？母の記憶はほとんどありませんし、顔も昔、肖像画に見たくらいで、名前も知らないくらいです。名前一応あったんだけどね。俺の父のことは、あなたがよくわかってるじゃないですか。恨んでくれて構いませんよ、俺のことは。レイちゃんをあんな目に遭わせた奴の息子なんて、気分のいいもんではないでしょ。というよりも、俺としてはなんでこの家を置いてくれているのか、疑問でしかない。その疑問への答えは簡単だよ。え？湯は湯をで、君は君だ。私は君を見て、レイのそばにいてほしいと思ったんだ。君は知らないだろうね。君と芝が来る前のレイを。俺たちが来る前？あの子はあまり笑わなかった。両親のことを少なからず引きずっていたんだろうな。しかし、今は見違えるように明るくなった。君と芝のおかげだ。もう。北の館へのことは聞いた。しかし、今はレイは笑ってくれている。私にはそれだけで十分だよ。ルーさん、これからもそばにいてやっておくれ。もう君も私の可愛い孫だからな。ありがとうございます。いや、礼はいらんよ。私、君の家を守ることができない私などにはな。本当に燃やしてくれていいのに、俺は何も気にしません。しかし。でも、燃やす前に一度だけ北の館を見に行ってもいいですか？バルツが行くの？それは、うなずいてやりたいが危険だ。君の話はあそこに悪魔が。平気ですよ。一応死んでますし。死んで？いや、こっちの話です。あ、そうだね。まあ。見に行っても、ええー、行っちゃうの？バルツェ。レイちゃんに教えないでくださいね。バルツェはって言って、行く行くって言って、もう絶対行くやん。芝にもか？はい。
わかった。では今夜行ってきます。夜にか。何もそんなわざわざそんな時間に行かなくとも。レイちゃんとか芝に感づかれると困るので、念には念を。何かあれば深追いせずにすぐに戻ってくるんだぞ。いいな。わかってますよ。ありがとうございます。さて、どうしたもんか。あ、動けるね。ピアノは弾いたのかいところで。シマに演奏褒められちゃった。弾いた後だったんだね。うん。僕も旅先でいろいろな人の演奏を聞いたけど、レイちゃんのが一番好きだな。本当？わあ、嬉しい。でももう大丈夫？うん。もう全然痛くないし、前と何も変わらないよ。あとさえ消えればね。いいの、消えなくて。なんかね、この後見てると、バルツェを助けられてよかったなって思えるから。だからもういいんだ。そっか。な、そんだけ？しば、何？おじいちゃんとかに話聞きに行けってこと？ああ！さっき全くいなかった人。あれ、ジューディーさん、そういえば今までどこに？そうだよ。ちょっとお外で街の人と話しててね、情報を仕入れてました。情報？何の情報ですか？北の館に関することだよ。悪魔なんて非現実的なものを興味を持たつしてどうするのか。芝にもいろいろ聞いたけど、はがらかされちゃったしね。息子は悪魔に会ったというのに、なぜ俺は会えないのか。レイちゃんも会ったことあるんだよね。北の館で悪魔に。は、はい。バルツェのことなんだけど、それ以外にもいっぱいいただろ、血だまりとか。不可思議なものにこそロマンがあるよな。はあ。そういえば、ジューティーさんは悪魔を信じてるんですか？ちょっと、その聞き方はなんかどっかの宗教みたいになっちゃってる。ん？街の人はあまりそういうの信じない人もいて、おじいちゃんみたいに信じてくれる人もいますけど、ジューティーさんはどっちなのかなって。さあ、どっちだと思う？え？実際に見たら信じちゃうと思うけどね。そうですね。ああ。そんな感じか。何この紙？こんな紙あったっけ？調べられない。おじいちゃん、この紙何？おじいちゃん？ん？おー、レイ、どうしたのかな？考え事？少しね。レイ。何、おじいちゃん？お願いだから、もうどこにも行かないでおくれ。急にどうしたの？いや、ふとそう思ってね。おじいちゃん。まあそうだね。前回、レイちゃんが、黒い、ね、屋敷に行った時に、おじいちゃんはもう、誘拐だーって騒いでたらしいからね。大丈夫だよ。黙っていなくなったりしないから。レイ。おじいちゃん、急にどうしたんだろう。あれ、なんだろうこれ。そう。これ。え？数ヶ月前に病気で亡くなった少女について。少女、13歳。短い黒髪に赤い瞳。毎日を少女らしく穏やかに過ごしていた。両親の話よりは恋愛小説が好きだったらしく、誕生日には決まって新しいものを購入していた。可愛いものが大好きで、よく金髪青目の人形で遊んでいたという。よく鏡を見ては、服装や髪型に気を使っていた様子。少女が亡くなって数日後、村中で不思議なことが相次ぐ。誰もいないはずの部屋から少女の声が。誰もいないはずの廊下から何者かの足音が。中には亡くなったはずの少女の姿を見たという者までいた。少女は悪魔になってこの村に潜んでいるという噂も流れ始め、事態の収束にはまだしばらくかかる模様。おじいちゃんもしかして悪魔について調べてくれたのかな。おじいちゃんもできるなら、北の方を壊したくないんだ。どうしたらいいんだろう。あれ？そういえばバルツェは？そうだよ。外かな。あ、やばい。どこにも行かないでって言ってんのに。あー、バルツェいた。よかった。バルツェいたわ。
よかったよかった、バルツいたよ。もう、んなところで黄昏れちゃって。バルツ？おう。ああ、レイちゃん、何？俺によ。何してるの？黄昏れ中。考え事？ふん、そんなとこ。そういえば、シバにはピアノ聴かせてあげた？うん、上手だって褒めてくれた。そう、よかったね。あのおっさんにも聴かせてあげたら、少しは心綺麗になるかもしんないし。おっさんって、ジューティーさんのこと？ダメだよ、シバのお父さんにそんなこと言ったら。いいの、こんなんで折れるの心かよ。もう。そういえば、バルツはジューティーさんと知り合いなの？まあ、俺が悪魔だった頃はずっとシバと行動してたから、何回か会ったことあるけどそんなに親しくないよ。そうなの？ジューティーさん、バルツとすっごく親しげにしたから敵に仲良しなんだと。一方通行だよ。あ、そうだ、ジューティーさんで思い出した。あの人ちょっとここに呼んできてくんない？話したいことがあるんだ。ジューティーさんと？うん、わかった。いい子だね、レイちゃんは。そんじゃ頼んだよー。バルツは外にいたからよかったけど。あれ、いない！さっきまでここにいたのに。いなくなってる。どこにいるんだ？本読んでる。ジュージーさん、何読んでるんですか？ん？恋愛小説。そんなに驚くことかい？俺だって純粋な心ぐらい持ってるさ。そうですよね。別に恋愛小説の男の人が読んじゃいけないってこともないですもんね。そう、ボーイズラブ。そうだとも、そうだとも。やはりこっちの小説は王道なものが多いな。王道？主人公はお姫様で、それを助けに来るのは王子様。お姫様は金髪で、青い瞳の可愛い女の子ってあたりは定番だよね。王子様の容姿はいろいろあるけど、確かにそうかもしれませんね。私もよく恋愛小説を読むんですけど、確かにそんな感じのお姫様が多いです。女の子は、誰しもお姫様に憧れるというしね。でも、レイちゃんはすでに完璧なお嬢様容姿だから問題ないね。何を言ってるんですか？だって、この恋愛小説のお姫様の金髪青目の、ってよく見たらそれ私の本！いやー、レイちゃんは趣味ってまで可愛いんだね。というあたりで、レイちゃんをからかうのよしよとおこう。で、どうしたんでしょ？どうしたの？俺に用事なんでしょ？またおっさんとデートでもしてくれんの？今度は私になってバルジェットですよ。何かお話があるみたいです。却下！却下？だってあの子、すぐ俺のこといじめるんだもん。そうですか？そうそう。それにしばらの話もおっさんになんの用かね。バーツは外で待ってますから行ってあげてください。レイちゃんに免じて行くとするか。で、俺に何が用かな、バルツェ君。ん？虫はいけないな。そっちから呼んでおいて。あんたさ、悪魔って信じてる？お、すっごい偶然だな。さっきもその質問されたんだよ。ふざけないで。ふざけてるように見える？前会った時もあんたはそうだった。ひょうひょうとしてつかめない。相変わらずうさんくさいけど、でも、今は前の時と絶対的に違うところがある。あんた悪魔と契約してんだろ。気のせいかと思ったけど違う。あんたがまとってるものは明らかに人間のものじゃない。そんなに雰囲気変わってるかな？にしてもすごいね、バルツ君。そんなことがわかるなんて。もしかして超能力者？それとも、悪魔になったことがあるからとか？あんたはこの町に何しに来たの？探しに来たんだ。ルイスさんを？違うでしょ？ああ、ルイスさんじゃないよ。詮索は無粋だよ、バルツ君。何にせよ、悪魔なんか契約しない方がいい。どの口が言うのかな？それに、契約は絶対に解けない。その悪魔が死ぬまでね。一人でこそこそ動くのはやめた方がいい。特に、何の力を持たない無力な君たちはね。
北の館に行くつもり？否定はしないよ。あそこには強い力を持った悪魔がいるみたいだからね。ほらほら、人間誰しも強い力に惹かれるものじゃない。そんなものを求めて何になるって言うんだ。あまりある力を手に入れたって飲み込まれるだけだ。君には関係ないことだ。もちろん芝にも。俺がこんな人間だったって芝に話す？レイちゃんに話す？話さないでしょ？優しい君は。だったら、君が変に動かなければ、君のやろうことしていることに関しては、君たちは一切無関係になる。別に君たちに何かしようってわけじゃない。だからおとなしくしてなさい。北の館は燃やす。あんたが悪魔に引き込まれる前に。話はそれだけかな。今日はこのまま宿に戻るとしよう。シマにも夜には宿にも帰るよう伝えておいてくれ。それじゃあさようなら、バルゼ君。あ、え、バルツ行っちゃうの？え、バルツ操作で北の館に行くってこと？